ハンナ・ライチュは、ドイツのパイロット、テストパイロット。女性初のヘリコプター、ロケット戦闘機、ジェット戦闘機登場者として知られる。1936年のライチュ・シュレジア地方のヒルシュベルクに、眼界の父とチロル貴族の母との間に生まれる。自分も、医者を目指していたが、学生の頃に、グライダーに乗って空を飛ぶ魅力に取り憑かれ、北アフリカで、 飛行を真意になることを考えていた。1932年にグライダー初飛行を果たすと1933年に医学校を辞め、ボルフヒルトの招きでバーデンビュルテンベルク州ホルンベルクにあるグライダークラブに入った。このグライダークラブにはフォンブラウンも通った。1937年、ドイツ空軍のシュテッティン飛行学校に女性で初めて入校を認められ、 エルンストウーデット空軍少将により空軍のテストパイロットとして採用される。グライダー飛行では様々な世界記録を樹立したほか、ユンカース1 87シュトゥーカ、ドルニエドゥ17をはじめ、女性で初めてヘリコプターフォッケウルフ FW61 の操縦者となる。彼女の卓伐した飛行技能は1930年代後半から40年代初めにかけて ナチ島の格好の宣伝に使用された。1938年のライチュ。フィーゼラー社の技術者、エイリッヒ・バッフヘムと、フォッケウルフ FW611938 年、ベルリンモーターショーのドイッチュラントハレ、屋内競技場にて、世界で初めての実用ヘリコプターフォッケウルフ FW61 によるデモンストレーション飛行を行う。ただ、 このヘリコプターの技術的意義について、当時無知であった監修の反応はあまりかんばしいものではなかった。間もなくして、このヘリコプター飛行に対して、空軍功労賞を授与される。当初男性パイロットと同時にパフォーマンスを行う予定だったが、男性パイロットが恐れをなして4メートルしか上昇しようとしなかったのに対し、ハンナは、軽々と100メートル以上上昇しきってしまったため、 急遽単独でのデモンストレーションが決まった。1941年3月、ヒトラー総統に二級鉄十字章を授与される、ライチュ1939年、世界初のジェット戦闘機、メッサーシミット目262シュバルベや、ロケット戦闘機、メッサーシミット目163コメートなどのテストパイロットを務める。目163の5回目のテスト飛行中、重傷を負い、 意識不明のまま5ヶ月間入院した。1941年3月27日、それまでのテスト飛行に対して、空軍登場員に授けられる黄金の功労賞を、帝国元水ヘルマン・ゲーリングから授与される。この受賞の際、ライチュが小柄だったことに、ゲーリングから大きな驚きを持って、両手を広げる大げさなジェスチャーで迎えられたが、これが、勘に触った雷中自身も、 両手を大きく広げるジェスチャーで応じた。翌28日、総統アドルフ・ヒトラーより二級鉄十字賞を受賞。ドイツ人女性の鉄十字受賞者は、ライチを入れて二人だった。ヒトラー総統お気に入りのパイロットであったばかりでなく、ほどなくして、ローベルトリッター・ホングライム空軍上級大将と、親しくなる。百四十四年二月十八日には、 ドイツ人女性唯一の一級鉄十字章を授与される。1943年から1944年3月にかけて日本の特殊攻撃機、王カに類似するフィーゼラー・ファイ・ハクアール・ライヒ・エンベルクの施策の中心となって参加する。この自己犠牲攻撃の試案はライチュラの発案であり、間もなくオット・スコルチェニー・ SS 中佐も援助を申し出てきた。 同年4月、ライチュラの要望が通って、ヒトラー総統が、第200爆撃航空団、第5飛行中隊を提唱した。ライチュ自身も、この、自己犠牲攻撃隊に、初期から志願したメンバーであったが、テストパイロットとして、非凡な才能を持っていたこともあって、実戦にはほとんど、赴くこともなかった。1945年4月19日に、レオニガス飛行中隊は、 海進撃を続けるソビート連邦赤軍を足止めするため、オーデルーにかかる橋梁に爆走した航空機で体当たりすることを命じられた。メッサーシミット BF-109 が 500kg 爆弾を搭載して出撃したが、これは日本軍の神風特別攻撃隊と同様に脱出、不可能の決死任務であった。結局、36機の BF-109 が失われたが、 作戦は失敗し、17の橋梁を破壊したと、レオーニダス隊は主張したが、効果は限定的なもので、赤軍の進撃を止めることはできなかった。1945年4月23日、ゲーリング帝国元帥はヒトラーに対する反逆を疑われ、空軍司令官をはじめとする一切の官職を剥奪された。ヒトラーは、ゲーリングの後任の空軍総司令官に、 グライムを任ずることに決定し、彼に赤軍包囲下のベルリンの総統防空壕に出頭することを命じた。グライムがベルリンに向かうことを聞き、ライチュは堂々を志願した。1945年4月26日、ライチュとグライムは、グライム自身が操縦するフィーゼラー1 5 6シュトルヒに乗って赤軍が包囲するベルリンに向かったが、 赤軍の激しい砲撃の中、装甲車からの砲撃弾が、グライムの足に命中して、大怪我を負わせ、グライムが操縦不能となったため、ライチュは、グライムの肩越しに操縦管を握り、ガソリンが漏れていつ爆発してもおかしくないシュトルヒを操縦して、ベルリン市内まで飛んだ。ベルリン市内上空まで到達し、ブランデンブルク門そばのティーアガルテンに、ヨハンバウアーによって設けられていた。 速生滑走路への強行着陸に成功した。重症のグライムを背負って、ブランデンブルク門を抜けたところで、ドイツ軍トラックに拾われ、相当地下号に向かった。グライムはすぐに、相当防空号の医務室に運ばれ、ヒトラーの G である下界のルートビヒシュトゥンプフェカーの治療を受けた。ヒトラーは、グライムとライチュが生命の危険を犯して、 ベルリンに来たことに感激し、二人を温かく迎えるとともに、彼らの忠誠心を褒めたたえた。ヒトラーは、病室のグライムを見舞って、ゲーリングと親衛隊全国指導者、ハインリヒヒムラーを、ナチ党と政府から追放したことを伝え、その場でグライムに空軍元水の地位を与えるとともに、空軍総司令官に任命した。グライムとライチュは ベルリン陥落直前にあたる3日間をこの総統地下号で過ごし、ヒトラー総統からグライム、ライチュともそれぞれ知資料の毒瓶を渡され、両人ともいいダクダクと受け取った。総統地下号では当時のドイツ首脳人にも会い、その中にはヒトラーの恋人であるエヴァ・ブラウンもいた。また、ゲッペルス夫人の幕だから、先風との息子であるハラルトへあてた手紙を預かった。 グライムとライチュはそのまま総統防空壕に留まってヒトラーに準ずることを申し立てたがヒトラーは彼らにベルリンを脱出して空軍総司令部に帰還することを命じた。しかしこの頃には赤軍が完全にベルリンを包囲しているとともに制空権までも奪っていたから新任の空軍総司令官グライムとライチュを迎えるために派遣された飛行機は次々に撃墜されてしまっていた。 しかし、ある軍装が操縦するアラド AR-96 高等練習機が奇跡的に赤軍の猛攻をかいくぐってベルリンに着陸することに成功した。4月28日、グライムとライチュの二人はこの飛行機に乗ってベルリンからの脱出に成功した。ティアガルテン北側から迫った赤軍はヒトラー脱出を危惧し猛烈な砲撃を加えたが失敗に終わった。 空軍総司令部に戻ったグライムは空軍の総力を挙げてベルリンのヒトラーを救援する命令を発したがこの頃には空軍の戦闘力は事実上壊滅しており新総司令官グライムの命令が効力を発揮することはなかったライチュはヒムラーに会いヒムラーの裏切りを激しい言葉で難喫したドイツが連合国に降伏すると間もなくライチュは グライムと共に米軍に囚われ、重要犯罪人として、情報証拠らに尋問、取り調べを受けた。ヒトラーをどこかへ隠したのではないかと、時に別荘で低調な扱いを受け、あるいは刑務所で棍棒に打たれたりした。相当地下号を去る命令を受けた時の心象を聞かれた際、二人ともに相当地下号で死ねなかったことを悔やんでいること、ライジュは 相当地下号の前で祈りを捧げたいことを答弁。後に、グライム元帥は1945年5月24日に、服毒自殺したが、ライチは15ヶ月間の交流の末に釈放された。ドイツ人追放を前に、ヒルシュベルクの実家の父は母、姉妹、姉妹の子供らを道連れに、一家侵入していた。 映画監督のカール・リッターと戦後、ドイツ人の航空機での飛行は禁止されていたが、グライダー飛行は間もなく許可され、スペインでのグライディング世界大会で3位になったのを、手始めに女性の高度飛行記録を含む数々の世界記録を更新し続け、1955年にはドイツチャンピオンになった。1959年、ネルー首相からインドへ、1961年、 ジョン・カイ・ケネディ大統領からアメリカへ招かれ、黒人初のグライダー飛行学校を作ったガーナに1962年から1969年にかけて居住した。また、1970年代を通して、アパラチア山脈間での 715km、802km 飛行記録を含む様々なグライダー部門における女性世界記録を塗り替えた。時 1> 第1回世界ヘリコプター大会女性部門で1位にもなった。1970年代から来地を取っていたアメリカの写真記者から対戦中での通婚時をインタビューされた際には戦時中の国家社会主義への系統を恥じていないこと、未だにヒトラーから授与された鉄十字章を身につけていることを述べていた。1979年にフランクフルトにて心筋拘束で死去。 67歳坊津、生涯独身だった。ありがとうございます。